ちはね、ガロンさんの命令で氷の部族の反乱を平定しに来たんだよ。リズ、静かに。なんで？平定って反乱やめてくださいって頼むことじゃないの？リズ、違うんだ。平定というのはそんなに簡単なものじゃ。そうだったか。よくわかった。お前たちは俺たちを騙してこの村に入り込むのが狙いだったのだな。違います。私たちはそんなつもりでは。とぼけるな。アンヤ王国のやり方はわかっている。そっちがそう来るのであれば俺たちも相応の処置を取らせてもらう。カムイ姉さん、僕たちも戦闘の準備をしよう。氷の部族をアンヤ王国などに渡しはせん。血が騒いでいる。守るべき者たちの身が危ないと。ならばほとばしる闇の本流をまといし剣で勝利という名の輝きを俺たちが見せてやる。はあ、勝手に一括りにするな。俺は一人でも奴らを天国に行かせてやれる。あ、何です？俺の名はゼロ。主君よりの命令でカムイ様を喜ばせに来たんだぜ。喜ばせる？気にしないでください。この人いつもこんな感じなんで。とにかく安心してくださいね、カムイさん。くっ、血が騒ぐ。ここからは俺の秘められし力で貴様にあだなす者を排除してやろう。来てくれたのは嬉しいんですが、あんまり妙な真似はしないでくださいね。できれば不信感を抱かせずにこの場を収めたいんです。お前は俺たちの兄弟ではなかったのか。残念だ。とても兄弟ですけど、こうなってしまった以上何も言い訳はしません。でもせめてこの場が収まったら私の話を聞いてください。さくら、お前がそちら側につくとは思わなかったぞ。そんな、龍馬兄様、こんなことやめてください。私、兄様や部族の皆さんと戦いたくなんかありません。俺とて大事な妹にこんなことをしたくはない。だがこうなってしまった以上はもう、なぜ命を取らないのだ。まさかお前たちは本当に。私はできることなら兄さんたちと和解したい。力で抑え込むのではなく、お互いに信頼し合いたいのです。何？すみません、龍馬兄さん、身勝手なお願いだというのは分かっています。でもどうか今後は反乱を防いでもらえませんか。その代わり、私たちは自らの力でこの国のやり方を変えてみせます。ですからどうかお願いします。わかった。本当ですか？もし同じことをガロン王が言っても俺は信じようとはしなかっただろう。だが行動を伴ったお前の言葉なら信じてみようと思える。お前はやはり俺たちの兄弟なのだから。今日は何人天国行きにしてやれるか楽しみにしてきたのにな。せっかく必殺技を100個も用意してきたのに。すみません。ご命令とあらば従わないわけにはいかないな。俺はこう見えて従順なので何をされても文句は言いませんよ。はーい、俺もこう見えて素直なので言うこと聞きます。真の力が出せぬのは残念だが必ず力になってやろう。ありがとうございます。